フィリップ・ダグラス・コークは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ドールミグンソノラ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2001年の MLB ドラフト49巡目で、フロリダ・マーリンズから指名されたが、この時は入団せず。2002年の MLB ドラフト26巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名を受け、2003年に、ルーキー級、 ガルフコーストリーグヤンキースでキャリアをスタートさせる。2008年に AA 級トレントンサンダーに昇格し、23試合に登板して9勝4敗、防御率2.54をマークした。9月1日にロースター拡張に伴ってメジャーに昇格し、その日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビューを果たした。デビュー戦では1イニングを投げ、カーティス・グランダーソンとミゲル・カブレラから三振を。 奪うなど、無失点で切り抜けた。その後10試合連続で無失点に抑えるなど好騰を続け、シーズンでは12試合で1勝0敗、防御率0.61に加え、5ホールドを記録した。2009年は年間通じてメジャーに在籍し、72試合で4勝3敗、防御率4.50の成績を残した。2009年12月8日に、タイガース、 アリゾナダイヤモンドバックスとの三角トレードでオースティン・ジャクソンと共にタイガース移籍。2013年11月21日、1年190万ドルでタイガースと契約を延長した。2014年オフに FA となった。2015年3月8日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結び、25人枠入りして開幕を迎える。5月18日にビーフ。 26日に自由契約となる。2015年5月31日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、6月11日にメジャー契約となり25人枠入りする。6月22日に参加のトリブル A 級バッファロー・バイソンズに降格し、自ら FA を選択した。2015年6月27日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結ぶが、 参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズでは10試合の当番で16失点を喫し、8月18日に自由契約となる。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年3月9日、アトランタブレーブスとマイナー契約を結んだが、26日に自由契約となる。4月10日に独立リーグアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。 2016年4月25日にヤンキースとマイナー契約を結び5月6日にメジャー契約を結んだ5月17日にリーフとなり21日に40人枠を外れる形でトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースへ配属された2016年9月22日に金銭トレードでピッツバーグパイレーツへ移籍し翌23日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。10月5日にリーフ、10月11日に FA となった。2016年12月13日にオリックスバファローズへの入団が発表された。背番号は25。2017年には春季キャンプから先発要員として調整。3月11日の読売ジャイアンツ戦に先発投手として オープン戦初登板を果たすと、5回を投げて1人の走者も出さないまま、当初の予定に沿って交代した。巨人が相手の NPB オープン戦に先発した投手で、5イニング以上に渡って巨人打線に1人の走者も許さなかった事例は、1976年に太平洋クラブライオンズの東尾治が5イニングで達成して、以来であった。4月1日には、 東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕カード第2戦で先発投手として1軍公式戦に初めて登板したが2回に3で5失点を喫してレギュラーシーズン初黒星次に先発した4月8日の対北海道日本ハムファイターズ戦では6回表終了まで日本ハム打線から1人の走者も出さず7回表に3安打を浴びたが無失点に抑えて 公式戦初勝利を挙げた。4月中旬から5月上旬まで、救援要員に転向すると、関西クラシック2017の第2戦であった4月29日の、対福岡ソフトバンクホークス戦で、救援投手としての初登板の末に公式戦2勝目を記録している。しかし、5月13日の対埼玉西部ライオンズ戦で、 先発投手として3回表の途中までに39球を投げたところ首の左側付近に違和感を訴えて緊急交板。この試合でシーズン3敗目を喫したほか試合後の検査で強格出口症候群を発症していることが判明したため先線離脱を余儀なくされた。12月2日に自由契約となった。メジャーでは主にリリーバーとして起用され、 スリークォーターから平均93マイルパーアワーのフォーシーム、平均92マイルパーアワーのツーシームといった速球と決め球である平均80マイルパーアワーのスラーブ、平均83マイルパーアワーのチェンジアップを主に使用する。メジャー通算の対左ザフィップが3.34なのに、対し対右ザフィップは4.94と右打者を苦手としている。 アメリカ球界時代の当番試合では、自身の投球へ納得がいかない場合に、日本の放送業界における、放送禁止用語に該当する言葉を吐くことによって、自身を鼓舞する癖が見られた。そのため、オリックスへの入団当初は、上記の発言の一部が、不せ字で伝えられたり、放送禁止用語等法と報じられたりすることがあった。オリックス球団では、 NPB 公式戦での登板中に以上の癖が審判の判定に対する不服と解釈される事態を懸念。入団1年目の春季キャンプ中には球団の幹部が通訳を介してコーに注意を喚起した。ありがとうございます。